大変古典落語として大変有名な芝浜という落語がございます。そこに題材を、取った小唄ということでございまして、その芝浜の内容と申しますのは、ある魚屋がとある朝、早朝ですね、芝浜、というところでですね、50両もの大金が入った革財布を、革の財布を拾うわけなんです。そしてですね、この魚屋のお父さん、大変な大酒飲みでですね、帰宅してこれから一生遊んで暮らせると、いうふうに、思ったらしく、お友達を呼んでですね、祝い酒でもって大変に酔っ払って、いい気分でもって、お休みをした翌朝、なんとその拾ったはずの財布がないではありませんかと、いうことで女房に聞いたところ、女房はそりゃお父さん夢だったんじゃないでしょうかねというような話でございまして、女房はまんまと嘘をついてですね、でお父さんちょっと反省をしましてですね、こんなに大酒を飲んでたんじゃいかんと、いうことで、その魚屋の、仕事にですね精を出します。そして3年間酒立ちをしましてですね、見事念願の、小さいとはいえ自分のお店を、魚屋さんをですね、お店を出すことになったと、いうことで、大変まあ、よかったよかったということで、その、大晦日に、おかみさんと女房とお話をしていたところ、実はお父さん、私はですねお父さんに嘘をついていましたと、いうことで、実は拾った財布っていうのは本当に拾ったんですよ、あったんですよっていうような話でもって、まあオチがあるわけなんですけどね、そんな、まあ夫婦の、といったんでしょうね、大変仲の良い夫婦の成功の物語というようなところを、歌った歌でございます。芝浜ですけれども、味という、歌なんですけれども、この味、男たちが酒を酌み交わしながら語り明かして男が男に惚れる、そんなような、歌の内容でございまして、お酒の味というのとですね、人の味と、人間性という人の味、この、味、2つの味をかけた、そんな小唄でございます。
Thank you.